本日出場者を発表させていただきましたテーマは「あなたへの歌今年も最高の歌の数々をお届けしますランキングあり「紅白」初出場納得できる1位は11月19日 X にこう綴ったのは NHK 紅白歌合戦の番組公式アカウント75回目となる今回 出場アーティストは紅白合わせて41組に上る。そのうち10組は、初めて出場するアーティストだ。赤組はイリット、月、15、2、愛の3組。そして白組は思いの丈、クリーピーナッツこっちのケンと、28、Dice、トゥモローエ o クストゲザーナンバーアンダーバーアイニーハマレオン、28の7組となっている。音楽のジャンルや、 視聴者の趣味が細分化している昨今すべての視聴者に出場を納得させることができるアーティストは稀だ初出場組ならなおさらだがその中でどのアーティストが出場にふさわしいと思わせることができただろうかそこで本誌は500人を対象に初出場に納得できる納得できないアーティストについて調査した今回は納得できるアーティストの結果を紹介する まず第3位に選ばれたのはダイスだ。ダイスは男性5人組のダンスボーカルグループで14年1月にメジャーデビュー。4オクターブのツインボーカルでファンを魅了しており、17年1月には日本武道館公演を成功させた。また20年11月に発売したシトラスは日本人男性ダンスボーカルグループ史上初のサブスク1億回再生を突破し、21年には 第63回日本レコード大賞を受賞さらに22年にはスターマインが第64回日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞した10月と11月だけでも CDTV ライブライブ TBS 系やミュージックステーションテレビ朝日系ミュージックフェアフジテレビ系やベストヒット歌謡祭2024 日本テレビ系などの音楽番組に出演していたダイス。アンケートでは、最近テレビでよく見る歌もいいと思う、テレビでよく見た。歌唱力ある、最近よく曲を聴くから、という声が寄せられた。また、日本レコード大賞を受賞したことも影響しているようで、レコード大賞歌手だから、歌が上手いし、去年のレコ大だし、との声が上がった。 11月19日に行われた紅白の初出場者発表の会見で、リーダーの工藤大輝37は、は、本日はすごく緊張していますし、当日も緊張すると思う。ダイスはダイスらしく楽しく皆さんの前でパフォーマンスして、大好きな音楽をお届けしたいと思っています、と意気込んでいた。当日は、どんなパフォーマンスを見せてくれるだろうか。続いて 第2位は「こっちのケント」だった須田将三31のみの弟としても知られている「こっちのケント」22年8月に配信楽曲「タイニー」をリリースしデビューを果たした同年12月にリリースしたセカンドシングル「死ぬな」で大きな注目を集めると今年5月にリリースしたシックスシングル「はい喜んで」で大ブレイク 同局は11月13日、ビルボードジャパンチャートにおいてストリーミングの累計再生回数が1億回を突破している。はい、喜んで、が大ヒットした影響は大きいようで、幅広い世代から、この方の歌がバズっていて、音楽に詳しくない私の耳にもしっかり入ってきていたから、今年よく聞いた SN、SNS でバズってるから、流行っていた。メッセージ性が高い、との声が。 また同曲のメガボルトは YouTube で1.3億回、死ぬな。のメガボルトも現在2100万回もの再生回数を記録しており、YouTube でよく見た、との声も寄せられた。紅白の会見では、僕は紅白を目標に生きてきたんですけど、まさか現実になるんだというか、今の今までずっとドッキリだと思っていて、と驚きを隠せない様子だったこっちのケント。そのパフォーマンスで、 今度は視聴者をサプライズさせる番だそして第1位はクリーピーナッツだった。クリーピーナッツは DJ 松永、34、と R 指定、33、からなる2人組ヒップホップユニット。17年にメジャーデビューを果たすと大人気となり、20年11月には武道館 2Days を開催。さらに今年1月7日に配信シングル、ブリングバンバンボルン。 をリリースすると世界的な大ヒットとなり、YouTube にアップされた同曲のメガボルトは現在2.7億回再生を記録している。ブリングバンバンボルンは今年のヒットチャートを席巻した楽曲だ。そのため、ブリングバンバンボルンが流行ったから、老若男女問わず、一度は耳にしたことがある流行った曲だと思うから、子供から大人まで口ずさむくらい流行っていたから、との声が上がった。 また、アンケートでは、テレビなどでの露出もあり、年間のヒット曲などを見ても、選ばれない理由が見当たらない、もともと実力者で、今年は大ヒット曲が出たので、当然の結果だと思うから、など、意味なし、という声が多数寄せられた。紅白初出場に際し、NHK 紅白歌合戦に初出場の機会をいただきありがとうございます。 歴史ある舞台でパフォーマンスを披露できることが大変光栄です。大晦日当日はよろしくお願いします。とコメントを寄せていたクリーピーナッツ視聴者